株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大、前奏から中山州でのジャパンシーとなるコントレイル。株式会社 AI によるデモ音声です。矢作氏は前奏後の状態を思いのほか疲れがなかったのが何よりと話しています。株式会社 AI によるデモ音声です。去年の菊花賞からジャパンカップは14周。株式会社 AI によるデモ音声です。あの時とは比べ物にならないくらいはるかに回復が早かったので。株式会社 AI が提供するデモ音声です。非常に調整しやすかったですね。このジャパンシーがラストランとなりますが、追い切りについてもいつもいいんですが、もったいないくらいいい動きとのことです。株式会社 AI が提供するデモ音声です。また一段上がった感じがしますし、株式会社 AI によるデモ音声です。本当に本格化してきたのかなというイメージは持っています。課題といえば前奏の様子からもゲートでしょうか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。これについては狭いところに慣れるためにプールも含めてやれることは全てやったので、株式会社 AI によるデモ音声です。あとはレース前にコントレイルに頼むからおとなしくしてくれと頼んでおきます。次のステージへ進むため絶頂期での引退となりますね。これはデモ音声です。突然のコロナ禍でコントレイルがクラシックを戦う姿は直接見れなかったわけですが、最後のレースで少ないとはいえお客様の前で走れるようになったのは本当良かったと思います。これはデモ音声です。コントレイルという馬はあまりにすごい馬で言葉に表せないですね。株式会社 AI が提供するデモ音声です。よくぞうちの厩舎に来てくれたという思いです。これはデモ音声です。お客様には三冠馬という誇りを持った強さを見ていただきたいですが、まさか引退戦まで入場制限がかかっているとは思わなかったし、もっともっと多くのお客様に見ていただきたかったというのが本音です。これはデモ音声です。泣いても笑っても最後のレース。株式会社 AI によるデモ音声です。とにかくベストの状態に仕上げますので、ぜひコントレイルの最後のレース応援してください。取材、うん、話。